日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということでですね、本日は川崎フロンターレの全 FP 紹介していきたいと思いますけれども、21人16種類ということでかなりいますね。ということで今日はジャンジャカやっていきたいと思います。では早速いきましょう。どうぞ。ということで、ゴールキーパー編やっていきたいと思いますけども、ゴールキーパーはこのチョン・ソンリョン選手のみですね。このチョン・ソンリョン選手ですけれども、昨シーズンのベストイレブンに選ばれておりまして、そのね、ガチャが2019が始まったあたりにですね、いきなり来たんですけども、この FP 選手で来たチョン・ソンリョン選手を紹介していきたいと思います。191センチ33歳で右足こそ32ですね。で、レベルは44まで上がりまして、まあ、ゴールキーパー選手以下かなり高い数値あるんじゃないかな。96、92、88、91、96ということで、まあ、かなり高い数値ですし、J リーガーのね、ゴールキーパーの中では、まあ、最強クラスと言っていいんじゃないのかなと思います。後半が6しっかりありますし、スキルはですね、高弾道パントキック、ゴールキーパー、ロングスロー、そして闘争心持ってますし、プレスタイル攻撃的ゴールキーパーということで、まあ、J リーガーでね、ゴールキーパーで黒玉ってまだいませんしね、チョン・ソンリョン選手、まあ、最強クラスのゴールキーパーなんじゃないかなと思います。はい、続きましてディフェンダー編ですけれども、まずはジェジエリ選手を見ていきたいと思います。186センチ、24歳で右足コスト13ですね。で、レベルは57まで上がって、ヘディングディフェンスセンス高いですね。85、87、そしてヘッダー持ちなんで、ここら辺もね、しっかりヘディング85を生かしていけるかなというところと、スピード85もありがたいところかなと思いますし、フィジカルコンタクト90しっかりありますね。まあ、コンワン4ってところとプレイスタイルが何もないというところが気になりますが、このジェジエリ選手ね、まあ移籍の噂等もありますけども、どうなるんでしょうか。はい、続きまして奈良選手ですね。乗る気見ていきましょう。180センチ、25歳で右足コスト19ですね。レベルは54まで上がって、パス系高いですね。79、77、まあセンターバックでパス系高いのは嬉しいんじゃないかな。で、ヘディング、ボールダッシュ、スピード、ここら辺高いのありがたいですし、フィジカルコンタクト、ジャンプもしっかりあるというところで、スキルはまんまく闘争心ですね。まあ気になる点で言いますと、コンワン4とポジションがセンターバックのみ、そしてプレイスタイルが何もないっていうところが気にはなりますけれども、54レベルまで上がれますと、能力値の方は言うことないぐらい強いんじゃないかなと思いますので、ぜひ奈良選手育ててみてください。続きまして谷口選手ですね。谷口選手めちゃくちゃイケメンですよね。183センチ、27歳で右足コスト23で、レベルは51まで上がりますね。まあ上の能力値高いですね。ボルコンドーブルバスケ、ここら辺高いですし、ヘディング94で、ディフェンスセンス、ボールダッシュも高いのありがたいですよね。スピードも79しっかりありますが、瞬発がちょっとないのが気になるのかな。で、フィジカルコンタクト、ジャンプ85、89ということで、スキルもヘッダー、バックスピン、ロブ、インターセプト持ちということでかなり多いですね。で、まあコンワン4ですけども、ポジションがね、センターバック DMF っぽい適性で、センターミッドフィルダー、そして左サイドバックできるというところもありがたいのかなと思いますし、プレイスタイルはビルドアップということで、谷口選手でした。はい、続きまして、マギーヌ選手ですね。いや、めちゃくちゃすごいゴール決めてましたけども、175センチ、25歳で右足コスト17ですね。レベルは55まで上がって、いや、スピードえぐないですか。96ですね。これえぐいですね。で、スタミナが86、コンワン4か、まあ、ここが一つ気になりますが、ポジションは右サイドバックに加えて、右サイドハーフと DMF ができるというところと、まあ、スキルね、サイドバックらしいスキルが欲しかったかなという印象なんですけども、プレイスタイルは攻撃的サイドバックということになっております。はい、続きまして、登里選手ですね。能力見ていきましょう。168センチ、28歳で、左足コスト17ですね。レベルは52まで上がって、ドリブル高いですね。85。スピード瞬発88、88ありがたいですし、スタミナは87しっかりある。後半5か、まあまあまあいいでしょう。ポジションは左サイドバックに加えて、左サイドハーフと右サイドバックもできるということで、スキルにですね、シザーズワンタッチパスに加えてスーパーサブ。これありがたいですね。スーパーサブで、まあ左サイドバックで使うことはあまりないかなと思いますけども、左サイドハーフのね、ポジションを濃い適性にしてね、これで使っていくとかなりいいんじゃないかなと思いますが、プレイスタイルは攻撃的サイドバックということになっております。はい、ということでディフェンダーラストは車屋選手ですね。能力値見ていきましょう。178センチ、26歳で左足コスト23ですね。で、レベルは51まで上がって、ボルコンドリブルパス系、ここら辺高いのありがたいですね。で、ディフェンスセンス以下がかなり高い数値で維持しているかなと思いますし、スピード瞬発89、84しっかりある。で、スタミナも89しっかりありますね。コンワン4でところとプレイスタイルがないのが気になりますが、ポジションセンターバックもできるということで、かなりユーティリティに富んだ選手なんじゃないかなと思っております。はい、続きましてミッドフィルダー編やっていきたいと思いますけども、脇坂選手になりますね。172センチ、23歳、右足でコスト11、レベルは60まで上がりますね。まあボールコンドリブル高いですし、パス系84、78ということで高いですけども、まあコンワンさんとスキルとプレイスタイルが何もないっていうところがかなり気になるのかな。まあでも60まで育てますとボールコンドリブル高いですしね、まあかなり使える選手になってくるんじゃないかなとは思いますけども、まあスキルとか何か欲しかったかなという印象ですね。はい、続きまして大島亮太選手に
になります。まずはですね、左の方はベストイレブン、昨シーズンのベストイレブンの方できましたね。ということでまず左の方から見ていきましょうか。まあ、スキルはですね、ルーレット、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、バックスリピンロブということで、ワンシューワンパー、ここら辺ありがたいですね。ノルシ見ていきましょう。まあ高い、ボルゴンドルブル、グランダーパス、フライパスね、93、85、91、87、バカ高いですね。でディフェンスセンス以下ですけども、ここら辺高いのがありがたいですね。でスピード瞬発もね、79、82しっかりありますし、スタミナが87で逆足もしっかり使えると。で後半豪華、まあいいでしょう。ということで右がですね、ホットダブルの方できた大島亮太選手になりますけども、まずはスキル、ルーレット、ワンタッチパスですね。でレベマノルッチですけども、52レベルまで上がって、ボルコンパス系やっぱ高いですね。91、84、93、82で、まあ、スタミナの85しっかりあって、逆足使えて、後半5ということになっておりますけども、この2人をですね比べてみた画像がこちらになります。オフェンスセンス、グランダーパスに関してはポットダブルの方が高いですけども、他はほとんどベストイレブンの大島亮太選手の方が勝ってるという状態になってますね。まあやっぱり黒と金っていう明らかな差があります。ベストイレブンの大島亮太選手の方がいいかなと個人的には思ったりしてました。はい、続きまして、阿部選手ですね。能力値見ていきましょう。170センチ、29歳で、右足コスト19ですね。で、レベルは51まで上がりますね。で、上の能力値高いですね。オフェンスセンス、ボルコンドリブル、バスケ。決定力も84しっかりありますし、84しっかりあるのはありがたいですね。サイドハーフの選手にしては珍しいんじゃないかな。で、キック力85、スピード瞬発84、89ですし、逆足もしっかり使えるというところがいいんじゃないかなと思いますし、ワンタッチシュート持ち。これはありがたいかな。まあ、プレイスタイル何もないのか、まあ、インサイドレシーバーとか、まあ、上の方で言うとね、インサイドレシーバーとかあったらいいのかなと思ったりもしてましたが、続きまして長谷川選手ですね。長谷川選手でポットダブルで2回来たことがありまして、能力値見ていきたいと思いますけども、まあ、ボルコンドリブル87、95高いですし、バスケも80、81しっかりある。スピード瞬発えぐいですね。83、95で瞬発力が高いので、一瞬抜いてからのこのボルコンドリブルを使ってね、ドリブルしていくっていうのがいいんじゃないかなと思いますが、後半4か、まあこれは気になるところではありますけども、この2人を比較した画像がこちらになります。コナミさん手抜きですね。はい、ということで新しい長谷川選手はテイシング持ちということで、まあいいんですけど、コナミさんね、能力値もう少ししっかりやってほしいなというイメージですかね。プレイスタイル、インサイドレシーバーなので、かなり使いやすい選手になってくるんじゃないかなとは思います。はい、続きまして昨シーズンの MVP 家永選手ですね。来ましたね。173センチ32歳で、左足コスト32ですね。まあ強いな。やっぱりレベルは43まで上がって、上能力値えぐいですね。87、94、91、86、90、87ということで、まあこれえぐいな。キック力86で、スピシュマー78、84しっかりある。でボディコン、フィジコン高いので、まあ体幹を使ったねドリブル使えるんじゃないかなと思いますし、右足のね逆足もしっかり使えるというところがいいんじゃないかなと思います。そしてワンタッチシュート、ワンタッチパス持ち、ここら辺もありがたいですね。でプレイスタイル、チャンスメーカーなんですね意外と。まあですので OMF 企業とかそんな感じでもいいのかなと思ったりもしてました。ということでミッドフィルダー編ラストになりますけども、中村健吾選手ですね。能力値見ていきましょう。左がですねベストイレブンの方になりますけども、まずはそちらから見ていきましょうか。ボールコントロール87、ドリブル83で、バスケやば高いですね。96、91でプレースキックもしっかり88ありますね。でコンアンロクっていうのがありがたいな。これがしっかりあるっていうところがありがたいですし、ワンタッチパス、バックスピンログ、ピンポイントクロスということで、そしてですね右の方がポトダブルの方できた中村健吾選手ですけども、ボルコンドリブル85、81でパス系やっぱ高いですね。でやっぱコンアンロク、ここら辺がありがたいかなというところで、スキルがワンタッチパスとバックスピンログということになっております。ということでですね、この2選手比較した画像がこちらになりますけども、やっぱり黒には勝てないかな。で黒の方はですねピンポイントクロスが追加されるというところもありますし、やっぱりこう見るとねベストイレブンの中村選手の方がいいのかなという印象ではありました。はい、続きましてフォワード編やっていきたいと思いますけども、知念選手ですね。ポットダブルの方で2回来ておりまして、能力値見ていきたいと思いますけども、やっぱボルコンドリブル高いですね。81、86でヘディングもしっかり、87だったり90しっかりありますし、スピード瞬発も高いのがありがたいかな。でジャンプ93ありますね。これ素晴らしいですね。で逆足もしっかり使えるというところで、この2人の能力値比較の画像がこちらになります。で右のね知念選手が決定力とヘディングが高くて、左の知念選手がスピードとスタミナが高いということになっているんですけども、まあ個人的には右の知念選手の方がいいかなと思いますね。まあ決定力プラス3ですし、ヘディングもプラス3、ここら辺がありがたいかなというところで、まあ左の知念選手で言うとスピードとスタミナっていうね、まあちょっと微妙かなって思うので、まあ右のね知念選手育ててみたらいいのかなと
思いますね。はい、続きまして小林優選手ですね。177センチ31歳、右足コスト29ですね。まあ小林選手、まずは能力値見ていきたいと思いますが、ボルコンドリブル高いですね。オフェンスエースも89しっかりある。で、決定力90しっかり乗せますかね。で、キック力、スピード、瞬発もここら辺高いですし、ジャンプも85で、逆足もしっかり使えますね。で、やっぱりスキルのスーパーサブ、ここがありがたいですし、ラインブレイクする動きもね、かなり使えると思いますので、小林選手使ってみていただきたいなと思いますが、以前動画も出しているので、ね、そちらもご参照いただければと思います。はい、ということでフォワード編、そして川崎フロンターレ編、ラストとなりますけども、レアンドロ・ダミアン選手ですね。ポットダブルで2回来ておりまして、黒と金ですね。はい、見ていきましょうか。オフェンスエース89だったり90、やっぱ高いですね。ボルコンドリブルもしっかりあって、決定力89だったり85、いや素晴らしいですね。ヘディングも97、92、ここら辺えぐいな。で、後半5巻、まあ、ここが少し気になるところではありますが、逆足しっかり使えますし、スキルも豊富ですよね。シャペル、ヘッド、アクロバティックシュート、ワンタッチシュート、闘争心、そしてコントロールループだったりね、ここら辺ありがたいかなと思いますが、この2選手の能力人格の画像がこちらになります。まあ、こう見たらやっぱり黒のね、レアンドロ・ダミアン選手の方がいいのかなという印象なんですけども、金の方はオフェンスエースとボールコントロールがそれぞれプラス1ずつされているということになっておりますね。まあでもこう見ると黒のレアンドロ・ダミアン選手を育てていただきたいかなという印象でしたね。はい、ということでですね、ここからはツイッターの方で募集しましたプレイ集見ていきたいと思いますけども、まずは赤い彗星の山田さん、キーパー枠少ないのに止めたのはチョン・ソンリョンですということで見ていきましょう。しっかりね、ゴールキーパーも、パフォーマンスしていくというところで、モラーレスが持ってますね。さあ、ここからモラーレスが打ってくる。ナイスキーパー、素晴らしいですね。右手かな、右手が伸びていきましたね。モラーレスシュート、左手か、左手がしっかり伸びていきましたね。いや、素晴らしいセーブでした。ありがとうございます。ということで、続きまして赤い水星の山田さん、またまたキーパーナイスキーということで見ていきましょうか。さあ、ここから始まりますけども、エムレモル懐かしいな、エムレモル懐かしいですね。なんか懐かしいなと思いきり、ナイスキーパー、いいですね。いや、足じゃねえよ、手がしっかりここで伸びてくるということで、これもナイスキーだな、ありがとうございます。続きまして、浩平さん、得意のドリブルから左足一線、長谷川達也選手ですね。見ていきましょう。これですね。さあ、しっかりゴールパフォーマンスしていく長谷川、グーンということで、素晴らしいですね。ということで見ていきましょう。さあ、ここ、さあ、ここからドリブルで持ち運んで右足一線、素晴らしいゴール、いいですね。まあ、こういうね、ドリブルがね、なんか J リーガーっぽいなと。まあ、しっかりね、うん、ボール、なんて言うんでしょう、シュートコースを作ってドリブルして、ここで右足一線ということで、素晴らしいゴールだったんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。続きまして、赤い彗星の山田さん、この角度のボレー入っちゃうのかということで見ていきましょうか。さあ、ここしっかりゴールパフォーマンスしていく。さあ、ここからですね、ここのフライパスに、ここに阿部の左足、素晴らしいですね。この左隅にしっかり決めていく左足、素晴らしいな。さあ、ここのアウトスピンキックというかね、このパスからの阿部博之のシュートと、いや素晴らしい、いやこのシュート素晴らしいですね。ありがとうございます。ということで、ヒガンバナさん、家長とはレアンドロ・ダミアンということで見ていきましょう。さあ、ここから、お、素晴らしいね、家長のドリブルからここにレアンドロ・ダミアン、素晴らしいね。家長選手のフェイントからのレアンドロ・ダミアンでしたね。いや、ここでしっかり、そして斜めの動きからレアンドロ・ダミアンがしっかり決めていくと、いや素晴らしいですね。ありがとうございます。ということで、続きましても、ヒガンバナさん、2018の時のベストゴールですから、よければということで、大島亮太選手を見ていきましょう。さあ、ということで、このシーンですね。いや、これはえぐい、このゴール素晴らしいな。ということでね、大島亮太選手の、ゴールで最後お届けしていきましたけども、なんかこのね、うん、ユニフォームも懐かしく感じましたね。はい、ということで本日はですね、川崎フロンターレの選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ21人16種類かなり多いんでね、まあぜひ持ってる選手育ててみるときにね、参考になればと思いますので、最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。